天皇家の長女で当時学習院大学文学部3年に在学中の憲宮さまは1990年4月18日21歳の誕生日を迎えられました前の年に20歳を迎えましたが昭和天皇の喪中だったためお祝いの行事は控えてきましたこれに先立ち16日の午後6時過ぎ赤坂御所でおよそ30分間の記者会見に臨みました アイボリーのセーターに黒のスカートの装いです。この会見で、結婚感や妹から見た皇太子様、綾宮様像などを、時にユーモアを交えながら語りました。ノリノミヤ様は、まず皇室像として、かねてから皇室は祈りでありたいとおっしゃっていた皇后様のお言葉を受け、 ある大切なことに対し心を寄せ続けることと続けました。趣味のバードウォッチングの楽しさや、従来から関心をお持ちの盲導犬の大切さにも触れ、ボランティア活動への抱負も示されました。また、女性の社会進出では機会均等に触れた後、 単に仕事の場が開かれるだけでなく女性にとっては仕事がしやすい環境が作られることで初めて社会進出の意義が生きてくると付け加えられました結婚について質問されると実感から遠いと話し遅くない方が良いがいついつまでにと申し上げてしまいますとかつて記者会見で30歳までにと話された 皇太子殿下のようなことになるのでとユーモアを交えながらお答えになりました初恋体験を聞かれるとどの程度のものが初恋と申しますか分かりませんけれども人に憧れたりそういった感情は持ったことがございますとはにかまれる場面も範宮様から見た皇太子様は自分の立場をよく理解して 積極的にに世界を広げ我慢強くく物事に対していく綾宮さまは小さい頃はよく喧嘩をしました私が悩んだり迷ったりしていた問題について大変照れながらも助言してくれると語られました。